はい、こんにちは。ひげを伸ばして5日目のマヤチャンネル前原です。はい、ということで長い休みになるともうひげをね剃らない。はい、ということで今日はこちらでございますね。はい。東映ヒーローワールド限定のカメハメハゴーストアイコンです。今日はですね、イオンモール幕張新都心に行ってきまして、はい、ヒーローワールドのショップで買ってきました、はい、はい、袋だけは開けちゃいましょうか。よいしょ、はい、ちっちゃい、お、ちゃんとでも箱に入ってるんだね、うん、はい、このような箱に入っておりましたね、はい、はい、ちゃんとなんかこう、何、触眼のゴーストアイコンみたいな感じになってるのかな、うん、でもデラックスみたい。では開けてみましょう、はい、よ、お、そのまま入ってる、はい、だったい、おお、おお、うん、はい、こちらがカメハメハゴーストアイコンですね、はい、で、上のシールもちゃんとキラキラしてますね、うん、中身もキラキラです。はい、じゃあボタンを、はい、おい、一つはね、はい、メーダーは、おい、ナンバリングは K って書いてある K か、はい、ちゃんとこのカラーは中にラメが入っててキラキラしてますね、うん、はい、はい、それではゴーストドライバーで音声確認してみましょう。はい、本当に初めて聞くのね、うん、お店にディスプレイで置いてあったけど聞かなかった。はい、はい、いきます。なんだって、なんて言った、ハワイワイワイ収めたい。ほんとだ、ハワイワイワイ収めたいだ、うん、面白い、ハワイワイワイ収めたい。はい、ではオメラ、ということでした、うん、やっぱり変身の音が一番面白いね、うん、もう一回聞きたい、もう一回聞いてみよう、はい、ということで今回は東映ヒーローワールド限定のデラックスカメハメハゴーストアイコンでした。はい、ということで新年一発目の、おもちゃレビューはこちらのデラックスカメハメハゴーストアイコンでしたね、はい、ちょうど昨日、生配信をやりまして、はい、その中でね、カメハメハゴーストアイコンのレビューしますかって、あ、いつだっけ、昨日じゃないんだっけ、昨日だったような、昨日じゃなかったかもしれない、もしかしたらマイクラの時にやったかもしれない。はい、ということで今日の動画がもし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね、うん、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、最新の動画がですね分かりやすくなりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね、はい、あとマイチャンネルは Twitter、Instagram やってますので、あと Facebook ページもやってますので、できればそちらのフォローもお願いします、はい、新しく追加してみました、はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。